皆さんこんにちは。こんにちは。ねえ、あかねちゃん。ちょっと前にスプロケットで戦車みたいな擬態をつけた潜水艦作ったよね。あったな。無駄に強かったやつやん。実はその時のコメントで、現実でも似たような潜水艦が作られたことがあるって教えてもらって。潜水艦に擬態がついていたと？そうなります。つまり、水陸両用の潜水艦になるね。ほんまか。何のためにそんなもんついとったん？明らかに高校の邪魔になるで。そう思うよね。一体、どのような理由で擬態がつけられたのか、一緒に見ていきましょう。それでは最初に、どのような形状の潜水艦だったのか、写真を紹介します。こちらです。ほんまや、陸上を動いとるで。この兵器は、知る人ぞ知る、ドイツの特殊潜航艇で、ゼートイフェルと呼ばれていました。あかねちゃん、日本語では、どんな意味になると思う？なんかかっこええ感じやから。お？多分シャツとかサメとかやない？お？これは正解もろたで。日本語では、アンコウという意味のようです。アンコウって、タラ類の近縁で、16か300種ほどいるものの、主に水産資源になるのは、アンコウ科に属する25種以下のあの魚か？そういうことになるね。せやけどなんでアンコウ？めちゃ鈍そうやで。この潜水艦、正しくは潜航艇になるのですが、特性や性能を見ていくとわかるかもしれないね。それでは、一体、どのような理由で、この特殊潜航艇、ゼートイフェルの開発が始まったのか紹介していきます。残されている資料によると、ゼートイフェルの開発が始まったのは、第二次世界大戦中となる1944年初頭です。終戦の1年半くらい前やな。ドイツが降伏したのは、翌年1945年の5月だね。そんな時期でも開発されとったんやな。この潜航艇を開発したのは、カール・ボルクバルトで、ドイツ北部に位置する、エッカーンフェルデという都市にあった魚雷実験場の技術者たちです。具体的には、アロイス・レーディゲという人物を中心に、数人の同僚らと研究を始めました。ほう。せやけど、そもそもなんでこんなもん作ったのかって話やな。この潜航艇を求めていたのは、もちろんドイツ海軍でした。例えば、同じ1944年初頭には、ビーバーという魚雷を運用する一人乗りの特殊潜航艇を開発しています。試作艇の開発にかかった期間は、わずか6週間です。え、6週間で作ったん？この潜水艇は、終戦までに320隻近く生産しており、ドイツ軍としては、他にも同種の任務に就く新しい潜航艇を求めていたとされています。つまり何らかの理由で別の潜航艇が欲しかったと。そういうことになります。その新しい潜航艇導入を検討する中で生まれたのが、リサイドをつけたらどうかという案でした。いやいや、おかしいやん。潜航艇欲しいなって話から、リサイも欲しいなって話にはならんやろ。当時ドイツはいろいろ辛くなる時期だからね。なぜ、潜航艇に離体をつけるという異常とも捉えられかねない案になったのか。なんなん。これに関しては、いくつか理由があり。まず、当時開発されていた潜航艇は、必ず港から出航し、港に戻らなければならないという制約がありました。普通はどの船もそうやな。つまり軍港が必須ということになるのですが、当時ドイツは、軍港から発進することに関して、運用面の柔軟性という点で疑問が出ていたそうです。なんか難しい話になってきたで。要は、港以外でも使いたいって感じか？そういうことだと思います。そこで、潜航艇に離体をつけるとどうなるのか。軍港以外の浜とか、普通の海岸からも出入りできるようになるな。いや、それでも離体をつけるという発想にはなかなかならんで。案としては、例えば通常の潜航艇では絶対に不可能な、鉄道で運び、到着後自走して、そのまま海に入ることも想定されていたそうです。ええ感じに聞こえるけどどうなんやろな。ちなみに、ゼートイフェルは、夜間に出撃するという運用案になっていたのですが、日中は、桟橋付近や陸上で、燃料タンクに偽装することが考えられていたそうです。これだけのサイズやと結構目立ちそうやからな。ともあれドイツ海軍は、まず先に、外面実証艇を開発することを決定したそうです。いきなり試作するんやなくて、先に作れるか研究するんか。概念実証艇は1944年初頭に研究開発が始まり、同年3月には試作艇が完成していたそうです。めっちゃ早いやん。ドイツの科学力は？さすがやな。どうした？さて、
あれ、何の話だったかな。試験する潜水艇作ったって話やん。そう、この超スピードで開発された概念実証船は1944年3月に完成しテストされることになります。この潜水艇はどのようなものだったのか、写真などは残されていないのですが、一人乗りで全長が 9.8メートル、重量は16トンでした。6週間で完成したビーバーに比べると3倍近く重かったんやな。この試験結果をもとに1943年3月に直ちにゼートイフェルの試作艇が開発製造されることになります。ついに開発されるんやな。そしてわずか4ヶ月余りで製造が完了し、同年7月には試験準備が整っていました。これもめちゃ早いやん。ドイツの科学力はさすがや。それでは今回テーマとなる試作されたゼートイフェルのスペックを見ていきましょう。潜水艇は2人乗りで全長が 14.2メートル、船体部分の直径はわずか2メートル、全体の重量は34トンでした。34トン。あれ、前スプロケットで作った車両はどのくらいやったん。確か36トンちょっとかな。微妙に似とるやん。私知っていましたから。冒頭で教えてもらった言っとったやん。武装としては G7E という直径533ミリ、弾頭重量280キログラムの魚雷を2本搭載。魚雷を外して4発の機雷も搭載することができたそうです。あれ、潜航艇自体に武装はついとらんの。あくまで案として機銃や火炎放射器を搭載するという計画があったそうです。さすがに戦車砲は無理か。重たくなるからね。ゆるふわ軍事チャンネル、次に動力。比較的大型の潜航艇ということでエンジンは搭載されていたのですが、クラッチを介して離体を動かす構造にもなっていました。ほう。36トンの船体を動かすため搭載されたエンジンはなんとようわからんけど戦車並みにでかいエンジン必要やん。なんとわずか80馬力でした。そこらの普通車以下やないかい。36トンの重量を80馬力のエンジンで動かすことができたん。このような写真が残されていることから一応動かすことができたそうですが、陸上での速度についてはなぜか記載がなく、それほど期待できるようなものではなかったと思われます。ちなみに水中で動き回るときに使うモーターは25馬力でした。これはどうなん。例えばビーバーであれば排水量 5.7 トンに対して32馬力ガソリンエンジンと13馬力のモーターが採用されていたそうです。そうなん。そう考えると小さすぎる気もせんな。何か雲行きが怪しくなってきたところで、試験結果はどうだったのか。これ多分あかんやつや。流されて救助されたってオチやろ。なんと想像以上に水中航行性能は良好だったそうです。ほんまか。めちゃ怪しいやん。ちなみに速度はどのくらいやったん。浮上航行で10ノット、水中で8ノットとされています。ビーバーと比べると 1.5 倍程度の速度が出ていたんか。それ以外の特殊潜航艇と比べても同様に高速でした。その他の試験結果としては、最大潜航深度は21メートル。21? あんま潜ってないやん。これは試作モデルの性能で、実際には50メートルまで潜れる計画だったんだよ。そうやったん。また魚雷を放っても大きく姿勢を崩さないなど、小型潜水艇特有のデメリットがなかったそうです。ここまで聞いとるとそこまで悪い潜水艇やない気するな。で、陸上での性能はどうやったん。そこ聞いちゃう。女の子に3サイズを聞くようなものだよ。何言ってんねん。この潜航艇の特徴はそこやん。この試作潜航艇最大の問題点はこの足回りでした。せやろな。試験ではガソリンエンジンでの陸上走行は非力だったらしく、離体幅も狭く柔らかい地面では動けなくなる恐れがあったそうです。一番肝心なところがダメダメやん。また潜水艇の重心も高く、離体の間隔も狭かったことから横転する危険性が高いと指摘されました。これ魚雷ついとらんかったらちょっとした段差でパタンって倒れるで。でも正面からの見た目はちょっと可愛いよね。ゆるふわ軍事チャンネル。ではこの潜航艇、試験後どうなったのか。どうなったん。試験が行われた1944年7月から3ヶ月が経った10月、カール・ボルクバルトで問題点を改良した試作艇を3隻開発するか否か会議が行われたそうです。ほう。この会議では
試作で問題になった自重走行性能を高めるため、離体の幅を広め安定性を増すこと。貧弱なエンジンについては、80馬力から250馬力のディーゼルエンジンに置き換えることが警告されました。問題が出たところ全部やな。この時、どのような提案がされたのか、記録が残されているのですが、簡単に趣旨を紹介するとこのようになります。ゼートイフェルは、敵に攻撃を与えることができる有望な兵器です。他の潜水艦とは異なり、単独で出撃することができ、敵を妨害することができます。陸と海ではそれぞれで敵の追跡から逃れることができるでしょう。クローズドサイクルエンジンを搭載できれば、航行性能や行動半径をさらに高めることができます。というものでした。突っ込みどころはありそうやけどな。それでどうなったん？最終的に却下となりました。まあ、せやろな。理由としては、1944年末となると、ますます戦況が悪化していたことと、ドイツの海軍総司令部は、特殊潜航艇の開発を合理化すると発表したことです。合理化？ドイツでは、当時、新たに特殊潜航艇は開発せず、既存の特殊潜航艇の生産を優先することになったそうです。状況が状況やからそうなるわな。開発が中止となったゼートイフェルの試作潜航艇は、連合国に接収される恐れがあったため、終戦前にリューベックに運ばれ、爆破、自沈されたそうです。そうやったんか。では最後に、もうちょっとこの潜水艇の面白い話をして終わろうかな。何があるん？実は、この潜水艇開発の中心人物だったという、アロイス・レーディゲは、厳密にはこの分野の技術者ではなかったそうです。一体何者なんこの人？それと、搭載されたエンジンがたった80馬力、モーターも25馬力しかなかった点について、当初、200馬力のエンジンと100馬力のモーターの搭載が予定されていたものの、用意することができなかったそうです。これは国内の状況に理由があったかもしれんな。そしてこの潜水艇、その見た目や重量から、技術者からは、ゼートイフェル、暗号、ではなく、ゾウと呼ばれていたそうです。ゾウさんか。どちらかというとカバさんやで。他には、船体をもっと軽量化した方がいいという話があったり、搭載する魚雷も誘導魚雷を運用する計画もあったとされています。それにしても、今回もかなり変わった兵器やったな。そうね。潜水艦や潜水艇に離体を搭載した兵器というのはかなりレアなんじゃないかな？普通は絶対に一緒にはならんものやからな。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。